さんこんばんは、うちのアタクチャンネルです。今回は宮古と盛岡を結ぶ岩手県北バスの系統106番に乗ってみたということで動画をお伝えいたします。宮古駅は6番乗り場から発車いたします。そして特急と急行に分かれております。時刻表はおおむね1時間から1時間半に1本となっており、終バスが18時5分となっております。特急の方が本数が多い感じとなっております。こちらは路線図ですが、一部の便は宮古よりも先のシートピアなどや浄土ヶ浜パークホテル発着、また盛岡から先の森の道南というイオン盛岡南が近いところ発着の便もあります。注意点としては、特急は盛岡から茶畑公園間および宮古から仙徳駅前間のみの利用は不可となっているようです。また宮古から船越駅前間は106特急急行とは別系統として扱われるようです。つまり宮古に到着後、一度運賃の精算が必要となるようです。そして特急と急行は運賃が異なるようです。券売機では特急のみの販売となっているようです。急行利用時は車内で現金か IC カードで利用する必要があるようです。今回の内容とは関係ないですが、こんな感じで路線バスタイプの車両で前にしか扉がついていない車がおりました。現在は不明ですが、アクリル板が座席についております。座席の間隔はだいたい拳2個分くらいとなっております。これは身長180センチある私基準となっております。そしてフックやドリンクホルダー、網ポケットもついております。お待たせしました。仙徳間到着です。仙
今週のご移動は大変危険ですので、バスが止まるまでお待ちください。
ました。盛岡駅前到着です。ご乗車ありがとうございます。お荷物をお預けのお客様、それでお待ちください。というわけでここまで岩手県北バスの106番特急バスをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。このバスは JR 山田線とほぼ並行して走っており、山田線より運賃は20円高いですが、宮古と盛岡間の所要時間は約40分短くなっております。自然をある程度楽しみながら早く移動したいという方におすすめなのかなと思います。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。